能登半島で最大震度7を観測した地震から2日が経ちました。珠洲市では倒壊した建物の中から生存者が救出されました。もう決まってますんで。珠洲市では79歳の男性がおよそ48時間ぶりに救出されました。一方、石川県などによりますと、県内ではこれまでに73人の死亡が確認されています。ライフラインについても深刻な状況が続いています。能登地方を中心に14の市や町で断水が続いていて、県外からの給水支援が始まっています。また北陸電力によりますと、輪島市や珠洲市などでおよそ3万軒が停電しているということです。孤立している集落は輪島市、珠洲市など5つの市と町で確認されていて、合わせて750人以上に影響が出ています。